取れた。はい、こんにちは。今日初来店のお客様がね、いるんでね、対戦したいと思います。はい。はい、じゃあお名前は？アラキングです。アラキングくん。よーし、ポケモンみたいな名前だ。ポケモンのスリーブで。はい、じゃあやりましょう。ちょっとお気に入り。素敵なプレイマップですね。はい、ちょっと誰かさんのプレイマップです。すごい。あの、新しく昨日発売になったこのプレイマットもあるんで、はい、ぜひ、はい、ね、あの芸人さん、今あの超 CS っていうのをして、はい、石川でやってるんですけどね、はい、マッチーさん全敗らしいですね。そうなんですか。はい、0-3でしたって。あのマッチーさん、あのマッチーさんが、あのマッチーさんが、はい、あの畑さんは1-3らしいですよ。最初はグーじゃんけんほい、勝った、先行いただきます。はい、はい、もうね、ネタバラシをしていこう。何、どうしたの？動揺がすごい。動揺してるの？気楽にやった。ターンエンドです。はい、じゃあ1枚もらいます。ちょっと緊張してくれてるらしいから、俺なんかにそれを、じゃあ、お願いします。よし、行きます。はい、ドロー。もうそれをね、利用してそこに付け込んで勝つね。強い。2コストで爆丸くんです。はい、ターンエンド。はい、じゃあターンもらいます。ドロー。じゃあ、トアの流星カイザー置いて終了でお願いします。うん、はい、じゃあ置きます。ドロー。じゃあ、これを置いて、はい、3コストフェルミッションを置きます。はい、じゃあまずこれは打てるんで、爆丸くんで1枚ブレイクします。はい、はい、じゃあターンエンドです。はい、ドロー。もうそれもうモタモタしてるうちに僕はもうスピードアタッカーです。それしかない。3コストティグルピョンで、はいよ、で自分の7に置きます。終了で。ああ、そんだけでいいの？はい、ほーい、よし、置きます。ティグルピョン置きます。ドロー。じゃあね、これを置きます。4コスト、ゴーオンザブラック V。 ああ、どんどん打つぞ。これアタックするときにスピードアタッカーです。はい、手札を1枚選んで捨ててください。はい、じゃあこれ捨てます。はい、じゃあこれ1枚ブレイク。はい、ああ、ないです。大丈夫？食らってる。じゃあヘルミッションも行くよ、もう1枚。やばい、やばい。よしよしよし。じゃあバグバル君でも行くよ。おい、やばいぞ。あ、シアトリガー。何？イージスブースト。いや、ぶつ言えてねえ。もう一回お願いします。はい、武装流星イージスブースト。イージスブースト。シアトリガーのブロッカーで、はい、この記事はバトルゾーンに出た時、自分のアークナムに上から1枚目をマナゾーンに置きます。はい、オッケー。あとは大丈夫？はい、じゃあターンエンドです。はい、じゃあターンもらいます。はい、ブロッカーが1個出てきただけだな。よし、じゃあドローします。じゃあマナ置きます。はい、じゃあ起こすと、うん、トップオブロマネスク。はい、お別れ。何が起きるの？うん、そう、出た時に山本の上から2枚をタップしてマナに置きます。はい、じゃあ、はい、バンベーだ。そんでバンじゃないです、普通のベートベ。あ、ベートベ。うん、はい、じゃあどうしましょうかね。これはなんか効果ない？それだけ効果は？それだけなのね。はい、じゃあ、はい、どうしましょうこれ。さあ、どうぞ。ブラックウィージャー攻撃でお願いします。はい、これ相打ち。あ、やられた、やられるんだ。はい、やられた。500ショットかかってますね。はい、終了でお願いします。よし、じゃあ置きます。やばい、これ。さあ、どうなる。じゃあね、スピードアタッカー出るか。ドロー、クッ。 SA 来たら終わりかもしれない。スピードアタッカーはないんだけど、ちょっと待って、ね、考えるね。これブロッカー1個でしょ、ブロッカーでしょ。ただこっちタップしてんでブロックできない。関係ないな。はい、これでスピードアタッカー。あの手札逆さまに。あ、逆さまだ。はい、マーキングだから、マーキング。どうしようかな。じゃあ行きます。はい、僕はいろいろ賢いから、ヘルミッションでこの人にアタックするでやられるのね。じゃあそこ、え、それ変えられんの？うんうん、これもいいっすよ。こっちの攻撃もブロッカーなんで。ああ、そういうこと。じゃあブロックされちゃうでやられた。ブロックされちゃう。それうまいな。そうすると道連れできないのか。はい、あ、バイダブル。じゃあバクマル君でこれ1枚ブレイク。はい、おお、しかしどうなの。じゃあターンエンド。はい、じゃあターンもらいます。あれ、よくないよくない。1人減らす予定だったのに。じゃあマナ置きます。はい、多いな。うん、そうそう、気づくと溜まってるの。あ、ちょっと待って、足りない。よし、やばいな。やばい。今チャージした？あれ、今これ置いて明日のか。じゃあダメだな。やばいぞ、どうしよう。あ、ちょっと待ってください。盛大に挙動っております。うん、いいよ、ゆっくり数えて。増えるかもしれないから。不正だっていうの叩かれて。あ、ちょっと増えませんね。増えないか。じゃあ9で何とかするしかないな。9でもう何とかします。
じゃあ8コスト。はい。じゃあ総輪大地打ちます。はい。で、マナにあるカードの枚数より、小さいコストを持つ進化ではないクリーチャーを1体マナからバトルゾーンに出します。はい。よって、トアの流星回数は、はい。で、それが火または自然のクリーチャーなので、相手のクリーチャーを1体選んでバトルします。バトル、はい、やられた、はい、やられた、はい、で、これじゃあワンドローだけもらっとくね、これ、はい、うん。じゃあ、終了でお願いします。はい。じゃあ、ちょっと待ってね、ドローする前に、これってあれじゃない？マナ使ってないんじゃない？そうです、ね、やった！うわ、増えた。これいいよね、いいよね、はい、大丈夫、よしよし、それだけ、ドロー。やばい。よし。これはもうね、いつが出せるか分かんないから取っとくんだよ、これは。いきます。隠れ切り札ですね。切り札ですよ、これはもう本当に。2コスト、はい。爆丸くん、はい。でも爆丸くんがいても勝てる人いないからやめとくね。出ただけトワリエの効果でこいつタッピンので、うん、あ、そうかそうかそうか、横向き、横です。これってこの人がいるときはあのこの順目は勝っちゃいけないよってやつだっけ？そういうの関係ない？そういうのはね、あの超なんかじゃあほらあんじゃん、この順目は勝てないよとか、あ、ダイハードじゃない、ダイハードなんか、ね、ダイハードじゃないんで、まあ、大丈夫です。なんかいるよね、まあじゃあ勝っていいんだな、はい、勝っていいんだなとか、あ、でもブロックロンじゃない、ちょっと待って、ちょっと待って、落ち着け落ち着け。アタックするときにこうだ、はい、な、そんで1人減らすよ、ブロッカーを。じゃあこれをマイナス9000しました。はい。そしてダイレクトアタックです。じゃあ行ったらブロックします。はい。じゃあターンエンドです。やばい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 、うわ、やばいぞこれは。お、待望の10マナになった、なんないかな、さっき減ったから、またまた犠牲回答で、そうか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 、やばい、足りない。よし行け。これバルザックいないです、やばい。やばいぞこれは。1枚しか使えない、1枚は使っていいんだ。ボルバルザ X ね、ボルバルザ。じゃあ総理置きます。はい。で、あ、腰痛い、あ、いいよ、やり直していいよ、やり直していいよ、うん、やり直せ。ああ、ああ、ええ、ああ、ええ、ええ、落ち着け。そして大丈夫、やり直していいよ。大丈夫です。大丈夫なの？じゃあ5コスト。はいよ。トップオブマナスク召喚で出たんす。うん、そんで出たんで2枚、うん、2枚タップしてマナに置きます。はい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 。じゃあエリートモンスターと、うん、またブロッカーがね、うん、今引きを取ってる。そんで、じゃあトラの流星回数でバグマルクに攻撃します、うん、はい、やられた。じゃあこれワンドローだけもらいます。はい、はい、終了でお願いします。終了。起きた。スピードアタッカーが来ればいいの。はい、そうか、これが1匹だもんね、ブロッカーが、はい、よし、ドローで引くよ、ドロー。違うな、ちょっと待って、ちょっと違うんだけど、あ、でもまあいいや、4コスト、はい、で、骨火置きます。はい、で、やばい、なんか、3枚落とします。1、2、3。あれ、ちょっと待って、あ、デッドゾーンいなかったのか。デッドゾーン持ってくればいいと思ったんだよ。デッドゾーン持ってくれば死にますね。そうだよね。危ない。あ、骨火、じゃあまあいいや、スピード、骨火タップイン、あ、タップインなのね、タップインで、はい、ごめんなさい、タップインで一応、じゃあこれもらいます。はい。で、しょうがないんで、やりますか、こいつがちょっと邪魔なんで、これで、はい、いや、まあいいや、これをアタックします。はい、じゃああ、ブロックするのか、それもブロックするのか、そうそう、ブロックする。はい、じゃあそれターンエンド。はい、じゃあターンもらいます。はい、溜まったかな、まだ溜まった。あ、そうか、君は何を待ってるの。10コスト溜まったわな。じゃあ、チューマラで、うん、何、オリマラヘッドっていうやつ、セミトレタキ、ベートーベン。あ、ベートーベンだ。ベートーベン、これじゃあ、マナ置きます。うん、じゃあそんでもうマイナーすぎて、もう忘れられてるんですけど、どんな効果なの。好きなカードで、こいつを召喚してバトルゾーンに出し、うん、ドラゾンまたは無色呪文を3枚自分の墓地またはマナゾーンから回収できます。はい、で3枚ね、うんうん、何しよう。じゃあコードキング、モーツァルト、うん、で何にしようかな。じゃあテラネスク。はい、あ、テラネスクどうしよう。知ってる、テラネスクは知ってる。強いです。前なんかエゴイスト、エゴイスト使ってる、使ってる、てるあれですね、こう。じゃあモーツァルト、ロマネスク、うん、ロマネスクはもうこれ以上いいかな。じゃあもう一枚ベートベン回収、回収したと、回収して、はい、そんで、うん、あ、そんで
で、そんで、うん、で、その後に自分のヤフーのレカ3枚をマラソンに置きます。はい。なんかいろいろ言ったな。いいの言ったな。うん。そんで、いや、もうどっちにしてもな、使えない。うん。で、その後にこいつの効果で、うん、どう、その後このクリーチャーをタップしてもいいです。ほうほうほう。じゃあトワの流星カイザーで骨瓶に攻撃します。はい、やられた。はい、あれ、じゃあターンエンドで。はい、これタップしてもいいって、というなんか、はい、した方がいいの。はい、で相手のクリーチャーをアタックするとき、可能、うん、可能であればこのクリーチャーを攻撃してください。マジか。はい、1万3000円です。これがそうなの。わかったわかった、置きます。よし、はい、上等上等、いくぞ。ドロー。玉団子みたい。玉団子、玉団子バンザー。じゃあね、マナを1個置くよ。はい、そして3コスト。はい、ディスドライブ。なんだってどう、大丈夫。あ、横向き、はい、横です。よし、俺だってこれで相打ちとか思ったのに。やば、マジか。ちょっと待って、これ、じゃあ横向きか。ちょっとダメじゃん。やった。打ったらこれ、じゃあ打って死んでもしょうがない。別に殴んなくてもいいです。打って死んでもしょうがない。打って死んでもしょうがないんで、ターンエンドです。はい、じゃあもうターンもらいます。あぶねー。そっかー、もうディスドライブ来たらもう やれるとか思った。ダメだった。どうします。そっか、タップイン。店長、そんな軽く思っちゃうね。すいません、はい、甘かったです、自分が。大速この辺の地域の子たち仲いいんですね。仲いいっていうか、もう俺はもう、うん、いつも店に来て話し出してる子なんで、よく知ってる。なんかもう羨ましいです。本当僕のとこもそんな環境じゃない。あ、じゃあ、あ、ケンタ、お前さ、デッキ忘れてったろ。ケンタちゃん、あ、リクリクリク、もう忘れてった。もうもらった。うん、じゃあ、ケンタ渡した。うん、じゃあ、もう一回出そう。うん、じゃあ11コスト。はい、何出てくるの、この。もしかして、え、もしかして、モーツァルト。ほんと？あ、持ってたね、さっきね。当たり、当たり、当たった。じゃあ、こいつでなんで、ドラゴン以外全員入れ。全部破壊。はい、やられた。ドラゴン、ドラゴンじゃないよ、ドラゴン。コマンドって言うんだよ。じゃあここどうしましょうかね。やばいやばいやばい。殴るか、うん、そのままか。でもそのままだった、うん、どうしよう。そのままでもこいつがいる限り全部タップインなんでしょ。ドラゴンナイトなんだ。ドラゴンナイト、あ、まあいいや、うん。じゃあターンエンドだ。ターンエンドなんだ、わかった。ドロー。3、2、簡単、簡単、やっぱ俺天才なの。3コスト、オーバーキルグレイビアード、はい、2コスト、バクバルくん、はい、で、出てきた時戦えるんで、この人と、はい、あ、待って、横向きか、しかも、はい、まあ横向き。どっちが厄介だと思う？どっちみちベートーベンの効果で、自分のドラゴンとコマンドは全てエターナルオメガを得ているんで。エターナルオメガってなんだ。あの、破壊されるっていうふうに思います。場を離れるっていうふうに思います。出てくるんだって。どうする、どうする。じゃあ、いや、じゃあまずね、いやいや、まずこいつが嫌いだからこいつと相打ちします。やられた。手札に戻ります。うん、手札に戻った。で、僕はドローするね、はい、これバンドローで、ターンエンドです。はい、じゃあ僕のターンもらいます。あー、なんかエターナオメガってのはもう何、ず、全員そう、こいつがいるとってこと。はい、こいつがいると。あ、じゃあこいつ倒せばよかったんだ。はい、たらまあまた出てきますよ。そうかそうかそうか。あ、こいつがね。はい、じゃあ、ね、はい、じゃあマナ置きます。そうなの。マナ破壊します。あ、マナ破壊、そんなこと僕できないですよ。あ、どうしようかな。店長、ベートーベンの欲しいです。先にベートーベン。じゃあ8コスト。8コスト、はい。やばいやばいやばい、また出てくる。はい、出てきた。せっかく消したのに。こいつ出てきた。あ、どうする。タップするマナ、あ、でも大丈夫だ。じゃあ5コスト、うん、じゃあなんかまた1匹増えます。はい、あー、またマナ増える。で、2枚タップしてマナが来ます。なんかいろいろやばいね。もうデッキ切れちゃえ、そんなマナ置きやがって。じゃあ行きますよ。はいよ。じゃあベートーベンで攻撃してます。はい、でアタックチャンス、運命。アタックチャンスって何ですか。はい、あの、これはベートーベンがアタックするときにだけ使える。うん、たらで残す石も使います。どんな運命なので、カード5枚まで引きます。はい、じゃあ僕引きません。ああ、そう、やばいもんね。うん、そんで、で、その後自分手札を3枚相手に見せないと、見せないで選ばせ、それを相手に見せます。うん、その中から好きな枚数のドラゴンをたらわしです。わかったわかった。今4枚のうちね。え、要するに全部ドラゴンだった。全部ドラゴンなんだろ。きっとパッて寄せるよ。絶対そうだよ。じゃあ、はい、じゃあ上から3枚でお願いします。はい、じゃん。ほら、なんかひどいの出てきた。店長、やばいぞ。お願いされてるじゃった。じゃあ3枚もらいます。あ、わかった、3枚。シールドトリガー、あ、見て、2枚、2枚。あ、でもワンチャン、
ん2枚だけど9000をあ3000を6回出せます。で今いっぱいいる時じゃあ これから殴ってくる人どれですか。この人あのこいつの効果で、うん、自分のドラゴンとドラゴンすべてにスピードアタッカーとスレイヤーがつくの。つきますけど、はい、じゃあこいつが一番やばいけど、うん、それ以外でもこいつらが普通に殴れるんで。あそう、はい、マルヘッドってやつあれガチンコジャッジです。そうだよね、うん、スイカターンっていうスイカターンもやられるし、スイカターンがあるもんね。こいつを消さないと他のやつらがわーっていきます。そうか、じゃあまずこの1人目3000でこいつを倒していい。はい、あでも冷静の子が一応あ一応横向きね。はい、じゃあ、はい、横向きじゃあ死にますけどエターナの。そっか手札かえじゃあこれでもう9000で倒せんのって。じゃあこれだっか。はい、じゃこれ倒す。じゃあ手札で。おーい、じゃあヘッドもいないから今から撃つ人はじゃあこの人でいきます。よし、2枚でこれでもう1枚やってるからスパイナスーパーシールドトリガー。ほら、うわー、すごい。これ横向き。あまだ、はい、横向きで置かれます。はい、いくよ。はい、まず9000、3000、3000、3000を使えないから、じゃあこいつ倒すね、とりあえずね。はい、そしてなんとこれを 4コスト以下を全部出します。はい、4コスト含む。4コスト含みます。含む以下なんで。はい、1全部タップ。ん、あいや今もういないんで。もういない、いない。じゃあこの方いないんで、あとよし。ほらじゃあこれ骨骨デスマッチも出そう。あ進化、デスマッチも進化だからこの乗っけて出すね。進化も出せるんですか。進化を出せるんだって。ほらほらほら、ビョンビョンビョン、ほらみんな出たよ。なんか増えましたね。増えたよ、よし。ブロッカーが、ブロッカーが2人いる。じゃあベートーベンでダイスアタックでお願いします。じゃあ、ん、何処理、ん、能力処理。能力処理ってあの、こうかればバトル。あ、いいのそれ、はい、出てきたと使っていいの。はい、あ、じゃあぜひ使わせてください。はい、じゃあバクマル君でこれと相打ちさせてください。オーバーキルがいるんで、はい、じゃあ適当にお願いします。はい、もう一人もバクマル君で相打ちさせてください。はい、じゃあ終了で。よし、いやまだいるよ、まだいるよ、バクマル君。もう一匹いる、もう一匹。じゃあ、じゃあこれでアタック、あの相打ちさせてください。はい、そんでやばいでいいのか、うん、スンリーは。はい、じゃあ置きます。手札、いやいや、なんでそんなにシール掃除が。おおすごいね、もうこれはもう仕込んでると思われても仕方がないぐらい。ドロー行くぞ。じゃあこれでみんな置きます。じゃあもう何も考えずに、じゃあこれでダイレクトアタックです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。やった、あんだけドラゴン並べたのにありがとう。ちょっとシールドトリガーがちょっと効きすぎました。はい、ありがとうございます。なんでそんなスパイナー入ってるんですか。ね、すごいね、ありがとうございます。はい、まず、なんだっけ名前は。なんだ、アラキングです。アラキングね、カタカナでいいの。はい、英語で。英語で、あら、こんな感じ。はい、キングでいいのね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。